こんにちは。終始なのに毎日投稿しているシュウマイです。今回は鳴子温泉、銀山温泉の観光で訪れたスポットのまとめを紹介します。今回紹介するスポットはたった1日で回ることができるので、ぜひ旅行の参考にしてみてください。まずは鳴子温泉から紹介します。街中は人よりもこけしの方が多かったです。日帰り温泉可能な施設や旅館はほとんど貸し切りで利用できると思います。流行よりも昔ながらの雰囲気がお好きな方にお勧めしたい温泉地です。豊富な泉質を持つ温泉地です。木造乳白色の滝の湯は今まで訪れた温泉の中でも最高クラスに満足できました。続いて紹介するのは鳴子温泉駅から車で8分の場所にある片沼です。温泉地にふさわしい強烈な硫黄臭を放つ火口湖です。広大な湖にもかかわらず水中には生物がいません。湖の周りには遊歩道、展望台、貸しボート、射撃場があるので、時間のある方はいろいろと楽しめるスポットになっています。運のいい方は一面真っ青の景色が拝めるかもしれません。続いては、鳴子温泉の象徴的な存在である鳴子峡です。もみじが非常に有名で、誰もが一度は写真で見たことがあると思います。ただ、新緑だと、どこにでもあるそこそこ綺麗な渓谷といったイメージでした。続いては、鳴子温泉駅から車で30分、鬼神戸温泉にある地獄谷遊歩道を紹介します。間欠泉の代打で訪れましたが、大自然の中にある渓流と湯煙は圧巻でした。源泉の湧き出す音も凄まじく、地形の息吹を直接感じられるようなそんな場所でした。他にも鳴子温泉の周辺はドライブをしているだけで観光できるスポットになっていますが、動物たちを引かないようにゆっくり注意して運転しましょう。個人的には天気が良ければより絶景だったと思うとちょっと悔しいです。ここから先は銀山温泉周辺の観光スポットを紹介していきます。まずは主役の街並みからです。正直、写真や動画で見たときは、よくある古びた温泉旅館街だろうなぁ、と思っていました。しかし、実際に訪れてみると、それはそれは圧巻の光景。間違いなく唯一無二の特徴を持つ温泉街だと思います。温泉自体は入っていませんが、泉質が無色透明の硫酸塩泉なので、癖がなく、誰からも好まれる温泉だと思います。続いては銀山温泉中心地から徒歩2分の場所にある白金の滝です。冬になると滝全体がつらら状になるので見てみたいですね。続いては白金の滝から徒歩10分の場所にある野辺沢銀山遺跡を紹介します。銀山温泉の観光スポットは徒歩で全て回れるのでありがたいです。道中も川や断崖が綺麗で楽しめますが、冬の時期は通行不可であることに注意です。道内はライトアップされていて超絶景。長年の人々の努力によってできた銀山跡をぜひ見に行ってみてください。鳴子、銀山に訪れるのは温泉的にも景色的にも
秋か冬がいいと思います。以上で観光スポットの紹介を終わります。このチャンネルでは毎日観光スポットを紹介しています。よければご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。